キモソイ神技です。サッカーマシン買いました。あれです、最強のサッカーマシン、なんと日本製です。メイドイジャパン、日清 SPN さんが作ってるサッカーマシンで、これでサッカーのね神業をそレンタルしてやってたんですけど、やっぱりいっぱいで使いたいってことで、はい、今回思い切って買いました。ちょっとヤバいぐらいの値段は半端なかったんで、じゃあ今から前回ねレンタルしてどういう動画を撮ったか見てください、どうぞ。このサッカーマシンでキッカーボールをめっちゃ曲げてあのシンバルに当てたいと思います。ということで超絶サッカーマシンカーブショットいくぜ。はい、ということでそんな感じのやつを、これをね使ってガンガン取っていきたいと思います、はい、テストでこれの PK 対決やっていきたいと思います。よろしくお願いします。1人3球キーパー2人。えってことで最初はグーじゃんけんはいせーの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 はいはいはい、おめでとう。最初はグーじゃんけんはい。じゃあ1番キッカー、2番キッカー、3番キッカー、オッケー、いきましょう。いいじゃない、これがスイッチ、これがオンオンですね。今ねあっちで発電機を回してます。オンして光ります。はいはい。あでも、ま、えあれゼロでも回るんですね。これは回る、左が左どういうほど左が回ると、左が回るで右やったら右が回ると、そうですね。カーブ書きたかったら極端に言ったら左を10にして右を棒にする。そうすごい、ここで高さできるんですよ。精密、高さがねこう変わってんの、なんか無段階だったらミリ単位でいけると。おちょっと上って言ったらもうこれで狙えると。今上上がってます。うわめっちゃ上まで上がってる。えそんないく、えこんななってるやん、すげえ。で横、うおえ、そうこれ横変えれるんですよ。これほらえぐないですか。これこれをすることによって何ができるかっていうと、ドライブシュート打てるんですよ。こういうバン、ホップもできる、ホップもできる、ピュン。さすがジャパニーズだね。うん、だから俺はいろいろ売ってるんですけどサッカーマシンって。だけどこれ買った理由がそれですね。1球目いきまーす。あーおーじゃあ、じゃあカーブをかけてトリアンを狙いたいと思います。風がこう来てるから曲げる方向をミスりました。じゃあ次はね最後3球目右のね端っこをねカーブで決めたいと思います。あのね意外とね調整が難しいですね。精度は私の番ですね。精度は悪くないんです。それでは一番ストレートでど真ん中狙います。それでは次はマシンを縦にしていこうと思います。それでは左を狙おうと思います。あーくそー、結局ねサッカーマシンはねサッカー俺なんで決めますよ。あくそー、ちょっと右にそれましたね。なんで次はジャッカーブでいきたいと思います。あーミスった。ミスりました、カーブ逆回転やった。じゃあ今の逆回転で隅狙います。イエーイイエースイエース。まあ狙いと違うけどまあ決まればゴールなんでね。じゃあサドンデス2人同点なんで今から俺がど真ん中に打つんで止めた方が勝ち。うんおおやばい。
ということで最後まで見てくれてどうもありがとうございました。今回バトルね、もうポテンシャルがすごいと。すごいね。彼あのね威力が強すぎる。これからは楽しみですね。これからサッカー神業とかね、はい、これでバトルもしたいですね。そうですね。やっていきたいと思うんで、ぜひメインチャンネルの方も楽しみにしておいてください。はい、ということでジョイモント。ジョイモント。あ、ファイン。また会いましょう。これさ、知らん人からしたら全然わからない。着いた。サッカーマシン。ワンピースか。オンしちゃってもらっていいっすか。サッカーマシン。オン。来た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 。おお。いけるいける。おお回ってる回ってる。イエー。むっちゃええやん。さあ、俺が第1号のキーパーやな。何がやねん。ではマックス。マックス？レベル10。うわ。ドリアス君はアマチュアなんでとりあえず。なるほど。半分の5でいきます。レベル5。今のマックス？5でいくわ。じゃあ半分。余裕やん。マス10。はい。いきます。10。どこ？めっちゃ頭揺れた今。嘘。大丈夫？レベル10やばない？折れたかと思った今指俺。どこだったん？多分こう守ってこう当たったんだ。あ、そうなん。これ勝ったいっから。うん、今めっぱ。これ。いなかった。前のレンタルしたやつ全然違う。違う、全然。嘘。もうレベル早すぎてわからん。これで当たったら折れるやつ。折れるやろ。うん、絶対。6ね。一回さ曲げてみてキッカーで。なんでやねん。なんで？俺？あれ当たってみ、めっちゃ痛いで。やばいな。ちょ、じゃあやっちゃった。交代交代交代。いやこれはね、キーパーにならな分からへん怖さ。言っときよ、むっちゃ怖いで。カーブカーブでやってよ。なんでやねん。じゃあ一回経験。お前今のカーブやってんだよ。嘘つかないって。え、じゃないとまっすぐ行くやん。ほんまに？うわあ。はや。あまあまあ。うわあ。はや。じゃあ10やってみて。前もやるよじゃあ。いやいい。いやあかん。やばい。なんでやねん。俺今から歯医者行かなあかんねん。関係あるわ。うわあ。あいや。こんわ。無理や。なんでお前でビビってんの。いやマジで怖い。いや俺の目線ぐらいに来たから。すごいな。どこのメーカーこのマシンは。こちらは日本製の日清 SPN っていうサッカーマシン買ったんですよ。日本製やんな。これ日本製。全然違う。違うよね。前俺らあのジャグスっていうレンタルやったんですよ。それ海外のメーカーなんですけど、それとまあもう今の見たらもう一目瞭然やねんけど、パワーがマックスの時のパワーね、うん、2倍ぐらい違う。全然ちゃうな。レベッチやな。これ精度もいいんちゃう、もしかしたら。パワーがメイドインジャパン。